ウロコウリスカは、月締めに含まれるとが、アフリカ大陸西部及び、中部最大種は、ロードダービーウロコウリスで、体長27から37.9センチメートル、体重450から1090グラム。尾は、やや短く、細い体毛で覆われる。大きい部の覆面の皮膚が角質化し臨場に重なり合う。多くの種で前足と後足の間、甲子と尾の間に伸びた皮膚がある。 膜なしウロコーリスには皮膜がない。肘や上腕部から軟骨が突出し、皮膜を支える。2002年に発表されたミトコンドリア DNA のシトクロム B と1 2 s なの塩基配列を決定し、最大節約法と最優法による系統解析では飛びウサギかと禁煙であることが示唆されている。分類は MSW3 和明和に従う。 熱帯や亜熱帯の原生林に生息する。夜行性と考えられ、昼間は軌道や幹で休む種もいる。ピグミーウロコーリス族は軌道で100匹に達するコロニーを形成した例がある。樹幹を被膜を広げて最大200メートルまで滑空し、ピグミーウロコーリスは6.5キロメートルの距離を移動した報告例がある。植生は雑食で植物の葉、花、果実、 樹皮、昆虫などを食べる種もいる。ありがとうございます。